タイプだね。タイプだよね。うん、アホやスタッフ。大丈夫か。ポンコツなってるだけでしょ。あ、お前これ怖いからお前先行ったん。うん、いやなんかいい匂いねこれ。なんかキューってなる。はい、え、涙袋ライナーかけばいいの？え、こういうことですか？あんま変わらないですよ。ないやね。ある、おい、ベータというお店に来ております、うん、はい、はい、このベータなんですけども、アメリカ初の体験型ストアで、うん、2015年アメリカのサンフランシスコにオープン、2020年に日本に上陸、日本では現在4店舗展開中でございます。おい、有楽町と、渋谷、越谷、レイクタウン、大阪の阪急、梅田店で展開中、はい、ベータなんですけども、販売を主目的としていない店舗でして、商品を体験する。何をしていない？販売ない？販売することを主な目的としていない。販売してない？してるんですけど、主に目的としては皆様に、お客様に体験してもらう。知ってもらうってことでしょ。そう、知ってもらう、うん、あ、じゃあ買えないんですか？買えるよ。買え、いや、お前ちゃんと話聞いてよ。買えるけど、うん、買ってもらうことが第一じゃなくて、こういう商品がたくさんあるよっていうのを知ってもらうっていうのがメインの店舗。あ、なるほどね。じゃあ、ね、買えるんだね。買えるよ。でもちろん在庫とかもあるので、買えない商品もあるんですけど、うん、まあ、ここで見ていただいて、あの気になったものを EC サイトとか、うんうん、あの近場の量販店さんとかで買ってもらう、あ、そうなんや。まずは体験していただくというスペースになっています。はい、ということで、うん、あの、ニュートラルビューティーコーナーが後ろにあるんですけれども、はい、ここにある商品を、ちょっと今回はご紹介したいと思います。そういうこと。はい。はい、ただ、でも、ただ、商品紹介するだけだと味気ないので、うん、こんな企画用意してみました。はい。はい、題して、五感でプレゼン。おもんなさそうなタイトル。紹介する商品はですね、右側からですね、ビバブのファンデーション。これ。はい。うん、で、マンダムの、ギャッツビーのヘアバームと、涙袋ライナー。あ、これだ。はい。うん、と、コンシーラーと、うん、アイブロウ。はい。で、一番左側が、美顔器になっております。はい。はい、嗅覚と、はい、うん、触覚を駆使していただいて。五感ちゃうやん。二感やん。めっちゃ楽しそう。はい、あいつだけめっちゃ楽しそう、ね。はい。はい。なんで、嗅覚と触覚を使っていただいて、はい。ちょっと商品を紹介しながら、オッケー。ゲームしていただこう、はい、こうと思います。うん。で、まずは、嗅覚。はい。からいきたいと思うんですけど、はい、一番右のファンデーション。これ？はい。と、まだ匂いかかないです。あの、バーム。はい。これね。美顔器。はい。これのちょっと香りを嗅いでいただいて。美顔器の匂いかくの？あの、美容液。使うので、そういうこと、それでちょっと当てていただこうかなと思ってるんですが、はい、それをアピールポイントは、うん、あの耳、言葉で教えてくれるの？そこに書いてある。今、はい、目で見るってこと？はい、いわゆるこの説明でどういう匂いがするか当てる。ああ、そういうこと。はい、一つ全然わからんわ。一つで六役の高機能でも、化粧品って大概ちょっといい匂いするもんね、うん、きっと。いや、全然わかんないよ、こんなの。え、ハンドクリームにもなんねや。ヘアバーム。ハンドクリームって書いてある。え、二つの、ああ、つけながらってこと？へぇ、あ、ハンドクリームっぽい匂いがするってことね。そうでしょう。これがあれやろ。で、これが、匂わんといてほしいんだな。はい。一日の始まる、これ多分あのタイプだね。タイプだよね。うん。一日の始まるの肌を整える。朝美顔器で、うん、忙しい現代女性のための習慣、新習慣を提案。一日の始まりの匂いを当てればいいんですね。そうね。あ、でも、あ、そうね。なんかもう難しいこといっぱい書いてるもんな。特許技術の MFIP やウルトラパルスも搭載。はい。はい。そっちも同じ。え、こっちもあるの？美顔器の。これジンの？うん。ごめん。うん。はいはいはい。あ、これやろ。目元美容液。はいはいはい。今話題の塗るボトックスと言われてる新エイク。この成分の匂いが ないやろ、こんなんは。新エイク？うん。あ、いいよ。やってみよう。
まあ、まあ大体でも匂いは何となく想像ついてます、はい、いいですか、はい、A、B、F っていきます。先っぽがどこか分からへんちょっと待って、あ、そこです、そこです、そこです。え、ちょっと待って、こんなんさ今警察犬でも無理やろこんなの。あー、はいはい、あ、なんかちょっとペタペタしてるね。触ったらあかん、あ、触っても、触ってもいい。もうもはやいいと思います。いいよ、はい、はい、わかりました。あ、ペタペタしてる。同じ匂いじゃん。あ、これ俺もう分かるわ、これ多分分かったぞ。あ、はいはいはい、もうええわ。はい、うん、最後。あ、もう分かった分かった、ありがとう。本当ですか、分かるわ。あ、全部いい匂いやってる、確かに。え、いいの当てて。当てていたいです。え、せーので言ったらいい。1個目、まず順番。せーの、これ。はい、正解です。B。はい、せーの。ちょっと待って、ちょっと待って、これ。アホやスタッフ。これ、こっちから順番に A、B、C、D で並べていってるんじゃない。多分そうだと思うよ。B。絶対 B だよね。正解です。F やろ。こじ。それ、F。うん、F?最後にやったやつやな。はい、そうです。うん、え、分かるやん、こんなん。はい、確定です。いや、笑ったの一人だけやろ。正解やん。正解です、うん、でいいこと、はい、いいこと悪いこと、いいことです。これ、うん、番組にとっては良くないことかもしれないです、うん、まあ、そうですね。、はい、いや、分かるわ、でもこれさすがに分かりますね。うん、これを塗って、これを塗ったってこと。あ、でも、ええ匂いする。うん、え、これの匂い確かめていい？なんかこれはギャッツビーっぽい。うん、なんかあの嗅ぎ慣れた匂いやね。そうね、うん、全く一緒じゃないかもしれんけど、こういう系の匂いっていう、はい、ということで次、はい、触覚いってみたいと思います。 OK、 涙袋ライナーと、うん、アイブロウと、もう触るだけやろ、これ目隠しなしやろ。あり、目隠しでしょ。あ、 OK、 あー、でちょっと僕が腕の内側に塗ってきます。塗る？はい。塗るっていうか、まあ、これで3本ペン書いていきます。次いきます。じゃあ、よく見てみます。勝たない？今の1個目ね。はい。はいはい、これ B。はい。いいですか？はい。これ B です。はい。C いきます。これ何してんの？あ、C です。はい。はい。で、D いきます。これ分からんわ。はい。外して、はい、外してください。はい。こんなん分かるか？なんか、1個目が硬くて、2個目が筆っぽくて、3個目、あ、確かに。3個目が、なんかちょっとチュルンってしてたから。え、これ開けていいの？先っちょ。開けていい。あ、これ2個目じゃん。めちゃめちゃ細いね、これ。あ、もう分かった、これ。分かりました。分かりました、行ってみます。はい、はい、B、C、D。 1個目、2個目、3個目に。はい、はい、俺は1個目、あの硬い、これ。ごめんなさい、ごめんなさい、 C、そう、さっき B 選んだ。あ、じゃあ B 選んでないか。あ、B 選んだ。あ、ごめんなさい。C、D、E です。わかりました。E、C、D、E で順番でやってました。え、ちょっと待って。私との順番じゃないってこと？C、D、E、B だ。これ B 取っちゃった。E を。大丈夫か？大丈夫はないですね。大丈夫はないでしょ。大丈夫はないです。だから、ポンコツなってるだけでしょ。だから1個目、1個目、1個目、3個目、1個目、はい、うん、で、それを正解かどうか1個ずつやっていって、はいはい、1個目の正解は何ですか？ E、 E です。うん、でしょうね、はいはい、でしょうね、うん、正解は、正解でーす、はい、うん、で、2個目、はい、2個目が C、 C、はい、正解です。でもこれさ、A、B、C、D で並んでんだけど、どれでしょうみたいな。いやいや、わかんない。それが B ですね。そうですね、はい、正解です、うん、え、結局正解だったんだよ。正解でした、全問正解でした、はい、これはわかりますよ、はい、うん、はい、
初期にちょっと体験してたこと思うんですけど、はい、え、涙袋ライナー書けばいいの？クマみたいになるよね、一歩間違えたら。そうなんです、なんで細くなってます？え、こういうことですか？あんま変わらないですよ。ないやねん、ないやねん。それこそ肌が白いだとか、涙袋がもともとない方とか、うん、と優しい印象になったりとか、うん、あの余白が生まれる、その効果だったりするんですけど、うん、本当に力入れずにスッと、あ、そうなんや、ぐらいナチュラルに仕上げるっていう。はい、なるほど。それ目指さなあかんねん。なんで多分西田さん、めっちゃありますよね。めちゃめちゃファンデーションちょっと塗っていただいて、はい、ビバブ、はい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 、はい、ちなみにですね、あの水にも強いと言ってて、ちょっと霧吹き、はい、味くん。それは違うか。ごめん。あ、でも。弾いてます、ね。弾いてる、弾いてる、弾いてる。弾いてる、弾いてる。ここ塗った。水にも。汗とか。あ、はい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 。塗りました？塗ってない。いやいや、差を見せるっていうことだね。あ、ここに塗ってんだけど。うん、ジンの方が弾いてるからね。じゃあちょっと美顔器。はい。これ使ってみたいと思うんですけど。じゃあジンやってよ。あ、お前、これ怖いからお前先言ったの、うん、俺怖いね、それ痛いやん。あ、ちょっとやってもらって、あのピリピリになるやつですか？あ、でも こいつ強いんで、ピリピリに、うん、おー、いいですか？はい、来てます。あ、来てます。今一番弱いの、はい、もうちょっと強いのが良ければ、はい、もう一段階下を押せばいいんです。下を押せばいいんです。はい、来た、来ました。うん、毎日やっていただくもので、CMS で顔の筋肉を整えていただきながら、はい、これ美容液なので、はい、美容液を肌元に浸透していただく。へー、なるほど。普通にやるよりもこっちの方が絶対吸収しますか？吸収します。あ、そうなんや。そういった機能が入って。これマックスですか今？あ、今2です。レベル2。痛い？マックス結構痛い。いや、マックスはちょっと慣れないって言ったらかもしれない。これマックスですね。これマックスです。大丈夫ですか？あ、いた。でもなんか筋肉がほぐれる感じ。そうですね。ちょっと後ヘアバウンで。はいはいはい。これね。はい、体験します。ハンドクリームもなるらしいね。つけてそのまま洗わんでもいいってことですか？それすごいね。ベタベタしないのかな。ハンドクリームにもなるぐらいのやつやから。はいはいはい。もう今日シャワー浴びんでもいいね。いや、シャワーハンドクリームつけても。いや、俺、普段ワックスつけないんで。え、バームやから、これ。ワックスじゃない。あ、でもなんか。空気感が出るってことですか？そうです。ちょっと立ち上がりとか、はい、いい感じにツヤ出せるのかな。はい。で、あ、そっか、俯瞰でもいいんか、別にな。どうしました？どうしました？いや、なんかいい匂いだよ、これ。ふわりしたきた。これはなんか画期的かもしれない。はい。まあ、そんな商品だと。はい。1月末まで、ここ、ブース展開しておりまして、で、来場していただいて、3商品体験していただいたら、あの、こちらのノベリティが、はい。プレゼントされるんで、皆さん、ぜひ、有楽町に。え？なんだ、これは。ここのお店が、ってことですか？お店全体は、あ、ここのブースが1月末まで。で、大阪でもやる。なるほど。ぜひ皆さん気になった方は、お越しいただいて体験していただければと。だってこれもらえるんやろ？はい。へぇ、すごいね。ということで、はい、いかがでしたでしょうか？もう終わり？終わりです。大丈夫？いや、でも、なんだろう。ここのお店と商品は、すごく興味深いけど、ゲームはマジクソつまんなかったです。あ、これ？これりょうちゃんやりなよ。え？これ。やだや。目元美顔器。いや、俺もう怖いね、ほんまに。
早く早く怖いねんってあれ痛くないほら根元だから優しいんですね。あ、ほんまやほんまや、なんかキューってなるあ、キューってなるぞ結構ファンデーションよくなんか2個あるらしいんで、あ、ちょっと色の違いを見ていただきたいと思います。 OK、 はい、あ、これ俺には白いんじゃん、ちょっと白すぎるね。もう1個もでも面白いですね、なんかいろんな商品があってね、しかもこう触っても何もそれがメインってことでしょ、触れてもらうことがメインだから、うん、めちゃめちゃいいですね、はい。